さてと。ええ、早速。おや、ピーター市長。それにマリアベルさん。今日は IBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね。ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき人と。こうして顔を突き合わせるのもなんだか久しぶりですわね。エリーも元気にしていたかしら。おかげさまで先日支援課も再始動したところよ。どれどれ。おお、ちょっとベル、健康状態はこの柔らかく温かな感触、
たまりませんわ。もういちいちいかがわしい言い方をし、ところでロイドさん、私に何の断りもなくエリーにちょっかいを出してませんわね。あっていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚した場合は、警戒されてるね。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだから。改めて久しぶりだね諸君。新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようで何よりだ。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。支援課への推薦の件、動力者の支給の件も、 あんな素敵な動力車を運転で君たちの役に立てたなら幸いだ。私も新市長となった甲斐があったという。市長と IBC 総裁、この2つを両立させるのはなかなか難儀だね。まあ、お父様の場合お忙しいのはほとんどご自分のせいでしょうけど、何でもかんでも引き受けてきて手伝わされるこちらの身にもなってほしいものですわ。すまないベル、クロスベルのためを思うと手の抜きどころがわ、ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティには、彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだ。大先輩のマクダエル議長にそう言われると照れてしまうな。とはいえ私も政治家としてはまだまだかけ、まだまだいろいろと勉強させ。ああ、お父様、そろそろ新市長ビルの方。おっと、それでは諸君、私はこれで失礼。すみません、なんだかおい。いやいや、そんなことはないさ。おかげでリラックスで。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。他ならぬ君たちのため。ありがとうございます、おじ様もベルも。あ、それでは失礼させていただき、お疲れ様でした。やっぱり月末の通商会議も迫っているし、分刻みのスケジュールなのは間違いない。昨日の動力者といい、僕らのためにいろいろと手を回してくれてるみたいだしね。ああ、忙しすぎて体を壊さないよ。とにかく今はロバーツ主任の仕事。はい。こんにちは。あら、エリー様に支援課の皆さん。エプスタイン財団のロバーツ主任。ああ、お取り次ぎいたしますので少々お待ちくださいませ。やあ、君たち、お疲れ様です。ロバーツ主任、依頼を見て来てくれたんだよね。いやー、本当に助かるよ。君たちにぜひともやってもらいたい。なんだか楽しそうな内容だって。なんとかってサービスの最終テストがどうとか。確かポムット、なんだかどこかで聞いた。言われてみれば確かに。きっと楽しいと思うよ。それじゃあ早速だけど、それでは仕事の内容を説明し実は近いうちにポムットという動力ゲームを配布する予定でね、市内の動力ネット端末所有者に向けて開発を進めていたところなの。動力ゲーム、それってビリヤードやポーカーみたいなものとは違うのか。まあ一定のルールにのっとって、最も異なるのは端末の画面上のものを動かす。 なんだかすごそうですね。それじゃあ今回の依頼の。もちろんプログラムを組む以上バグは出てしまうものだから。テスト、でもその程度のテストなら。このテストは少し前からティオ君に手伝。実は2つほど問題があってね。2つの問題。ティオ君は時々テストに栄養だから、ちょっと有用なデータを。栄養、ティオちゃんが何度か使っていた。前にちょっとだけ教えてもらった。ああ、
確か動力端末や魔導士、この際だから A1 システムとはティオ君の胸部プロテクターにオーバルスタッフによるノーウェイトでの動力魔法の発動やティオ君の高速処理能力、それらを補助するというのが主な。このシステムを使いこなすのはかなりの適性が、やっぱりティオちゃんがいないとこの手の話題。要するにそのシステム自体がテストには、まあ何でも A4 システムで常人じゃ組めないようなヨナ君がテストに付き合ってたらし、ああでもくれぐれもティオ君は、ああもう一つはこのゲさっきもちょっと触れたけど、このゲームは遠方の端末だからどうしても市内での実地テストがやりたかったってわけ。なるほど。それにしても離れた場所同士で遊べるってこれは動力ネット構想の初期段階で、動力ネットがもっと普及すればたくさんの人が、例えばこんな雨の日にも家の中、へえ。ちょっと話はそれだけど、ってことで君たち、これはそのメモリークォーツに完成直前のポム、それを支援課の端末にインストールすればすぐに遊べるはず。インストール、要するに端末にプログラム、前にティオちゃんがやっているのを見たこと。それじゃエリー、心強いね。それとこいつも渡しておくよ。あ、ちょっと待ってください。要するにまあ対戦を遊ぶために難しいことは置いといていいから、とりあえずその後エニグマで連絡、まあはい、とりあえず支援課に戻るとしよう。ロバーツ主任によると、それじゃ、ええ、やっこれでよしっと。もらっていたロバーツ主任のアカウントも入力しておいたわ。へえ、結構て、ほんとエリーさんって政治や法律のことなんかにも知識これに関しては説明書なんかもあったし、いや俺なんかやっとたどういたし、それで、ああ、じゃあロイド君、ええ大丈夫です。それじゃあ一つ、僕端末からポム、そこに僕のアカウントが表示されるは、そうだ、せっかくだから支援課のリーダーである君ね、あ、それじゃあ開発者であるティオちゃんを任せられる男が、なんだか本音が聞こえてきたような結構な親バカみたいだね。うわっ、あ、いやそれじゃあ早速。
よし、うん、結構楽しいかもしれない。なんだか結構はためにロバーツ主任って、そうだね、開発者なのに強さ的には初心、いや、レベルをある程度合わせないと。はい。いやー、まさに歴史に残る。どうやら真剣勝負のつもりだった。それで、ああ、市内でやる分には目立ったラグもないし、申し分ない大。そうですか。インストールしたベータ版は近いうちにリリース版にアップデートしておくよ。プログラムの配布が始まったら対戦できる人もいろんな人とアカウントを交換して、もちろんこの僕だっていつ。いやー、今日僕は別の仕事がある。どういたしまして。ああ、そう。お疲れ様。なんていうか主任らしい依頼だった。ともあれ、これからもこのゲームはこの際だから、クロスベル1のポムットマスト。いや、さすがにティオには絶対。でも仕事の合間に息抜きがてら。そうですね。はい、とどうもロイドさん、雨の中ご苦労。ああ、どうしたんだ。ああ、もちろん。ひょっとして、ええ、それが鉱山に、あ、と言っても町から。そんな場所なら、ま、はい、行員の方たちが、ただ内部が念のため調べてもらえないかということでした。おかしなこと。わかった、市内の緊急要請は片付けたし、これ。はい、お願いします。あ、ついでにお伝えしますが、余裕があったら。そうか。それとクロスベル氏と違う、せっかくだから。そうなのか。ありがとう、フラン。はい。フランから見たマインツ方面で。ああ、旧鉱山というところで妙なことが起きた。市内の支援要請も片付けたし、な、山道方面は。は、了解。もし車で鉱山町に。よし、行くか。
Stop!
敵出現、交戦します。私の番ね。行くぞ。僕の番か。エニグマ駆動。あっ、ガッ、えっ、お返しよ。さて、はっ、私の番ね。そこ任せてくれ。ステア、よし、はっ、やれやれ。つい、私の番、そこ俺の番だな。やった、私の、はっ、つい、まあまあだったね。お疲れ様。
行くぞ。えっと、任せて。みんな、助かります。はい、そこそこだ。やれやれ、せい甘いね。任せて。やってや、あたし、やこれで一安心ですね。行くぞ、みんな。ぐほぐほ、え、エニグマ行くよ。駆動、はっ、あたしの番ですね。はぁ、やっ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 やはい、そこ、え、お疲れ様でした。手ごわいぞ、気をつけろ。任せてくれ。あたしの番ですね。やあ、やれやれ、それ行くよ。まった、そんな、負けるか、それ、まずい、えい、まだやれる、それ、行きます。グラッチャ、まずい、なんとかしないと。グラッチェ、さてと、任せてくれ。任せて。スキャッキャ、俺の番だな。いった、いきます。えい、私の番ね。そこだ。はい、任せて。やった、よし、上出来だ。やるじゃない。よし、やったぞ。やりました。僕の番か。今だ。上出来かな。やるじゃない。ストップ。ここは通らせてもらうわ。やっ、やれやれ、やっ、やれやれ、ちょっと任せて。つってや、よし、あたしの、そこ、なんとかなりましたね。
爆弾任せて任せて、はい、行くよ、はい、僕の番か、はい、そこそこんなところかしら。任せてくれ。あたしの番だ。そこそこだ。甘いね。さてと、はい、行くよ。さてと、よし、あたしの番。俺の番だ。やれやれ。やっせ。終了。警戒態勢に戻ります。ここなら連れ、それよし、大物だ。それ。よし、ゲットだ。それ。こんなもんかな。それ。俺の番だな。さあ、僕の番。はっ、ぐっ、行きます。やあ、任せて。みんな、怪我はない？ステア。負けられない。やっせ、任せてくれ。ストン。任せて。やっ。よし、はっ、やっせ、俺の番だな。いと、私、やっよっ、やっ、この調子でいきましょう。綺麗、絶景ですね。へえ、一見の…ああ、晴れてよかったよ。山道方面が晴れっていうのは。僕の相手が務まるかい？よーし、やあ、任せて。そこ、僕の番か。そこだ。僕の番か。じゃ、行くぞ。はあ。私の番ね。よし、はい。はあ。それ。ありがとう。
任せてくれ。みんな大丈夫か。スティア、ここは俺たちのチャンスだ。そこ、私、そこ俺の番だ。そこだ。甘いね、僕のチャンス。そここんなところかしら。やってや、奇襲成功、チャンスです。よし、やってや、任せて。そこ、はい、はぁ、やれやれ。よし、スティア、はい、はぁ、やれやれ、はっ、任せてくっつか。悪いな、先に行かせてもらうよ。スティア、えいっは。速攻で蹴りをつける。行きます。やあ、任せて。よし、やれやれ。アディオス、いい夢を。さあ、始めましょう。行くぞ。私の番ですね。電磁ネット投射、任せて。そこだ。任せて。任せてくれ。僕の番か。はい、はぁ、上出来かな。やるじゃない。結局車を使わないでここまで。まあ景色も綺麗だったし。そうですね。やれやれ、こんなに歩かされる。ところで、あっちにも道が続いてるけど。ああ、ローゼンベルク工房さん。ちょっといわくつきの人形師がいらっしゃるんだけど。あの知る人ぞ知る人形工房か。そういえば例のオークションで本当は出品される予定だったっけ。ああ、結局あれが誰の仕業か。もう蓮はいないけど。エッペア、私の番ね。エニグマ起動。そこだ。私の番ですね。やあ、僕の番か。さあ、行くぞ。スタート。やあ、やあ、行くよ。やっや、やれやれ、時間の無駄だったな。やってや。
僕の…やっせ任せ、はい、よしやってや、はい、はぁ、敵集団、続けてきます。ぐっ、やれやれ、はっ、え、そこ俺の番だな。やった、行きます、そこ。俺のバンツと私のギャス、よし、えい、ありがとう、あたしのバンやれやれ、ついた、さてと、みんな、ありがとう、よし、やっと迎撃完了、みんな、先に進もう。行くぞ、みんな、任せて、やっ、任せてくれ、迎撃完了、みんな、先に進もう、やってや、えいってや、みんな、チャンピオン、任せて、来とう、さあ、守りたい、このクロスベルを、えいってや、お主を入れるつもりはない。いかに十三工房の統括者といえ立ち入る。まあいいだろう、あれはナンバーフィフティーンの所有物元。しかしマイスター、データはそれがあのお方のご意思でもある。ふん、お主に言われ。本当に仲が悪いな。博士も嫌われていると分かってて、わざわざ訪ねなきゃいいの。私とマイスターは旧知の仲、特に人形作りに関しては固い指定の。ザレ事は所詮わしの技術など、結社にしてお主の統合理論があればわしに耐える必要な。こと人形の調整にかけて、まあでもパテルマテルにつけたあの回路、あれじゃせっかくの殲滅天使のポテンシャルが。このゲ、おや、あれ、お客、カンパネルラ、要件はその不快な男を連れてとっとと、と。了解、ほらほら博士、さっさと次に今日中に用を済ませてラッ。それではマイスター、例の子たちも完成次第。くどい。何をほうけていい。その説はどうも。特務支援課か、レンはリベールに去った。いえ、近くに、その来客中。招かれざる客だ。だが今何か要件ができ、レンに免じて話し、あ、か、勝手に、うん、古めかしいけど。ああ、とんでもないからくりよ。それにさっき、ええ、招かれず、なんていうか、その、そうです、まあ危険そう。危険そうには見えないか。任せて、やっ、任せてくれ、ストン、はい、はぁ、僕の番か、やっ、やっ、やれやれ、はっ、やっ、え、そこ俺の番だな、やっと、よし、もう大丈夫だ。